も皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は久しぶりにマウンテンデューアンプのシリーズを紹介したいと思います。こちらはマウンテンデューのエナジードリンクです。缶のデザインもかっこいいし、美味しそうな飲み物です。それはこちらです。マウンテンデューアンプゲームフューゼロチャージドラズベリーレモネードの紹介です。マウンテンデューアンプのゲームフューゼロチャージドラズベリーレモネード、名前が美味しそうでかっこいいですね。ここにニューって書いてあります。 Raspberry Lemonade Flavor Zero Calorie Energy Drink with Other Natural Flavors。 ラズベリーレモネードの味をしたゼロカロリーのエナジードリンク、そして他のナチュラルの味も入ってるって書いてありますね。横に缶の開け方が書いてありますね。ゼロシュガーなどが書いてあります。値段は3ドルぐらいでした。日本円で320円ぐらいです。缶のデザインがいいですね。白と赤。色は薄赤色です。レモンの香りが少しだけします。いただきます。さっぱりしてて迫力があるマウンテンデューですね。ラズベリーとレモネードの味が同時に来て、で後の方にマウンテンデューのオリジナルの味がします。喉越しもいいし、美味しさも結構いいです。でもラズベリーとレモネードの味をもうちょっと味わいたいですね。1秒ぐらいしか味わえないので、ちょっとそこががっかりです。飲むと力が出ますね。点数は85点にしたいと思います。美味しかったですけど、ラズベリーとレモンの味がね、もっと必要でした。ほんのちょっとしか味わえないので、そこはちょっと期待外れでした。もうちょっとフルーティーな感じだと思ったんですけど、そんなにフルーティーではなかったですね。もうさっぱりしてるし飲みやすい。一番好きだったのはこの喉越しでしたね。こちらはおすすめします。もし見たら買ってみてください。たまに飲んでもいいマウンテンデューですね。マウンテンデューアンプゲームフューゼロチャージドラズベリーレモネードの紹介でした。次回お楽しみに。じゃあね。